はい、では実際これから始めるんですが、フリーハンドで書くポイントみたいな、まあ、大事な部分、まあ、フリーハンドで書く一番基本的なところをちょっと説明したいと思うんですが、黒一色で、まあ、いった影の部分をポイントとして入れてって、なんとなく人物にしようかと今思いますが、塗料入れました。で、入れました。で、これパターンがいろいろあると思うんですけど、ちょっとの引き、この薄いので、例えばこう進めていくっていうパターンと、さらにシンナーを入れた元々の薄い色、元々の薄い色ですね。で、進めていくパターンと、